お疲れ様でございます、えー。今日のね、お話はこちらでございます。Google マップストリートビューで見る世界のすごい場所っていうね、 ものをご紹介してみたいと思います。えー、まずね、えー、Google マップのストリートビュー、皆さんもね、お使いの方多いんではないでしょうか。今ね、この、うん、動画を収録しておりますのが、にえー、2022年の4月4日でございますま、ね。新型コロナウイルスもね、もう2年以上、うん、続いておりまして、まあ、この2年、なかなかね、海外旅行なんかにもね、まあ、うん、なかなかね、行きづらい。まあ、そもそもね、飛行機は飛んでないよっていうこともね、多いんじゃないかなと思います。 そしてね、この2年でね、うん、まあすっかりね、海外旅行行けなくなっちゃったっていう方で、まあ、うん、せめてものね、Google マップ、ストリートビューを使ってですね、まあ、うん。 旅をね、した感覚になってる方もね、多いんじゃないかなと思います。まあそんなね、Google マップのストリートビューなんですが、世界にはね、私たちが知らないすごい場所、こんなね、えー、すごい場所をですね、Google マップのストリートビューがね、教えてくれる、見せてくれるところがあるんですよね。今日はね、そんなね、世界のすごい場所、まあストリートビューでね、見れるすごい場所というのをね、3つご紹介してみたいと思います。まず1つ目ですね、世界のすごい場所、1つ目はですね、カナダにありますイエローナイフでございます。 えー、イエローナイフ、えー、どういう場所かと言いますとですね、これはね、カナダ、今ね、Google マップでね、えー、カナダをね、こう地図でね、映、えー、してるんですが、ここにね、1箇所ね、ポロッと、まあ、赤でね、あのー、ポツっとね、あると思います。これがね、イエローナイフという場所でございます。まあ、見ていただいてわかるとおり、もともとね、カナダ、まあね、やはりね、非常にね、この緯度の高いところにあるんですが、さらにね、そんなカナダの中でも、まあ、北部にある、ほぼね、北極圏に近い場所にある、これがね、イエローナイフというところでございます。 人口がね、まあ約3万人ほどっていうね、本当に小さな町なんですが、ここ、まあ何がすごいかと言いますとですね、実はね、まあストリートビューでこんなね、景色を見ることができます。まあこれね、まあ一見すると、まあただのね、道路なんじゃないのっていうふうにね、思うかもしれませんが、実は実はここはですね、えー、こちら書いております通り、湖の上でございます。 実はね、このね、湖の上にですね、道路ができてるそうなんですよね。うん。湖なのに、これ見ていただいてわかる通りですね、ここにですね、看板があるというですね、ちょっと驚きでございます。一見するとね、なんか改札道路に見えるかと思いますが、これ実はね、まあ、カチカチにね、まあ、湖凍ってるっていうね、ところで道路になってるというところなんですね。 えー、ここね、このイエローナイフなんですが、実は真冬にはですね、最低気温がね、マイナス30度をね、超える時がね、あるそうでございます。まあね、えー、最低気温マイナス30度とかになってきますと、えー、湖にね、張る氷がですね、1メートル以上になることでですね、まあこういったね、アイスロード、今先ほどご紹介したね、氷の道がね、えー、できるそうでございます。実はね、このね、アイスロード、なんか相当大きなね、トラックなんかもね、走ってたりするんで、まあ、 簡単にはね、あの、なんて言うんでしょう、う氷がね、あの、まあ、破れる、まあ、えー、っていうことはね、ないみたいなんですよね。うん、ということで、まず一つ目はですね、えー、カナダ、イエローナイフのですね、アイスロードでございました。そして二つ目、世界のすごい場所、えー、すごい場所二つ目がですね、ドバイにあります、ブルジュ・ハリファでございます。 えー、ブルジュ・ハリファなんですが、まあ皆さんもね、ご存知の方もね、多いかと思います。こちらね、えー、ストリートビューでね、持ってきた写真なんですが、えー、すごいですね、えー、世界で一番高い建物、これがね、ブルジュ・ハリファでございます。全長がですね、828メートルということで、まあ夜ね、東京のスカイツリーなんかよりもね、全然高い、200メートル近くね、高いというね、この建物なんですが、この建物、まあね、まあ世界でね、すごい、まあ、建物ではあるんですが、実はね、ストリートビューを使うとですね、 建物の中にですね、入ることがね、できるんでございます。えー、実際ね、じゃあ、建物の中に入ってみますと、まずね、えー、ブルジューハリファのね、1階でございます。エントランスはね、こんな感じになってるそうなんですよね。そしてね、このね、ブルジューハリファ、まあ、高層、まあね、高いね、あの、上の方のね、 にも、ね、行,い行くこことが、ね、このストトリーービューだったらで、ね、できるんですよねどんな感じかと言いますと、はい、こんな感じでございます。あの、お部屋の中をね、こうね、ぐるぐる移動することもできるんですが、くはね、ここではですね、このブルジュハリファルから見たですね、ドバイの街をですね、見て、えー、ここをね、映しております。こういったね、ドバイの街をですね、見下ろすことができる。これがね、まあ、ストリートビューのね、すごいところなんですよね。うん、見てもらうとね、まあ、あの、高層ビルもね、見えますし、そしてね、やっぱりね、こう、砂が多いなというところを 行くとねやっぱりねこう砂漠地帯なんだなというのがね分かるというところでございます。はい えー、そして最後、えー、世界のすごい場所、三つ目がですね、ブータンの首都、ティンプーでございます。えー、ブ,ブータン、えー、ね、ご存知の方もね、多いかと思います。ちょうどね、まあ、この、んインドとですね、中国の間にあるですね、小さな国なんですが、これがね、ブータンなんですが、まあ、幸せの国としてもですね、有名なところでございます。このブータンね、まあ、何がすごいかなというところ、まあ、ストリートビューでね、まずね、このティンプーをね、首都にね、移してるんですが、まあ、一見するとですね、ただね、山あいの町っていうね、風にね、 見えるかと思います実はね、このね、ブータンね、まあ,あ、何がすごいかと言いますとですね、実はブータンはですね、信号機がですね、1機もないそうでございます。え世界でね、唯一、首都に信号機がない国だそうでございます。 ちょっとね、全部の国ね、あの、全部の国の首都を、ね、調べたわけではないんで、まあ、ネットからね、調べてきた情報なんですが、どうやらこのブータンの首都、ティンプはですね、えー、世界でね、唯一、まあ、首都に信号がない国だそうなんですよね。うん。じゃあね、あのー、まあ、ブータン、まあ、とはいえですね、やはりね、今ね、近代化が進んでおまして、車もね、えー、自動車もね、かなりね、増えてきております。じゃあ、そんなね、まあ、車がね、たくさん走ってる、まあ、ブータンの中で、信号機は一気もなければね、じゃあ、どうやって車さばいてるのっていうのをね、 ある方も多いいんじゃないでしょうか、えー、実はですね、まあ、ブータン、まあね信号機がない分ですね、警察官の、ね、手旗信号や、えー、ラウドアバウトでですね自動車の、えー、交通整理を、ね、しているそうでございます。ラウンドアバ,アバウトだったかなラウドアバウトだったかなちょっとね、あのこの辺ね、私も、ね、あんまよく分かってないところがあるんですけど、このね、じゃあラウンドアバウトってねどういうものかというとですね、えー、こちら映しているものでございます。 いわゆるね、あの、この真ん中にですね、こう円形のものを作っておくことによってですね、例えばね、右折をしたい人であればですね、こちらから、まあ、えー、こう、こちらから右折をしたい場合には、こうくるーっと回ってこっちに出るとかっていう感じですよね。うん、ちょっと画面変わっちゃいましたが、例えばまあ、こ,こう U ターンしたいんであれば、U ターンはや、こう、この、ここね、この前のね、この、 え、円形のものをですね、ぐるっと回ってね、まあ、U ターンするとか、いったものでね、ここでね、まあ、うまくね、車をさばいてるっていうところだそうでございます。ということでね、まあ、うーん、まあまあね、確かね、人口が20万人ぐらいだったかな、この、えー、首都のティンプ。まあね、20万人とね、そこそこね、まあ、車なんかもね、人なんかもね、まあ、えー、いるんじゃないかなと思うんですが、信号機が1個もないというのは、もしかするとね、まあ、この辺もね、幸せの国って言われるゆえんなのかもしれないというところですよね。はい、ということでね、まあ、今日はね、 えー、まあ、イエローナイフと、えー、ブルージュハリファそしてね、まあ、ブータンのね、首都ティンプをね、ご紹介しました。まだまだね、世界にはね、すごい場所がね、たくさんあるかと思います。ぜひね、こんな場所、えー、私ね、知ってるよとかね、僕知ってるよとかっていうとこがありましたら、あぜひね、このね、動画のコメントの方にもね、あの、お寄せいただければな、というふうに思います。 そしてね、今日ご紹介した、あの、このね、3つの場所なんですが、私はね、運営しております。スーパービートクラブっていうね、ブログの方でも、詳しくね、ご紹介しております。ブログのリンクはね、この動画の概要欄の方にもね、貼っておきますので、興味ある方はね、ぜひね、チェックしてみていただけ,ただければな、というふうに思います。はい、ということで、今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。